世界で一番長いクリスマスと呼ばれていますが、何月始まると思いますか？ホワイトクリスマスが。こんにちは。ホンです。ロイスです。キムです。今日はクリスマスについてお話ししましょう。はい。ホンはベトナムからでしょ？ベトナムある。クリスマスのこと。私の実家、田舎なので全然クリスマスという雰囲気がないんですよ。みんな無宗教の人が多くて、で私初めてダナンって、大都市へ行ったらクリスマスになると、デパートだとか道とかも綺麗にイルミネーションとかで飾るがいっぱいで、年だったらクリスマスの感じがある、感じがあるんですね。またはカトリック教とかキリスト教の人たちがいるところにクリスマスの感じがあるんだけど、私は大学生に入って初めてクリスマスのことを知りました。大学時代か。日本はカナダでは多分逆だと思います。カナダの文化が多いと思います。一緒に家族とお祝いするか、ハロウィンがすぐ終わったらすぐクリスマスの感じに、ホワイトクリスマスが全部イベント。ホワイトクリスマス？そう、ホワイトクリスマスは雪がいっぱいあるので、雪猫にだからね。12月でクリスマスの曲がどこでも聞こえる。クリスマスの日はすごく大事な日です。家族とプレゼントを開ける、いっぱい食べる、ね、とか、マッシュポテトとか、なんか美味しいものいっぱい食べる。それは12月25日ですか？クリスマスイブ。クリスマスイブは多分パーティーだけ。友達とか一緒に、大丈夫、家族と一緒にいると、なんか宗教だから、クリスト教だったらクリスマスイブは教会に行きます。クリスマスの日は家族で。15日は独身で食べます。フィリピンはどう？フィリピンはね、クリスマスは世界で一番長いクリスマスと呼ばれていますが、何月始まると思いますか？フィリピンのクリスマスはいつでしょうか？知ってる？10月じゃない。同じくクリスマスは12月なんですけど、実は9月から始まりますよ。9月からショッピングモールとか公園とかもうピカピカになっているクリスマスリーをもう設置するとか、飾りはたくさんある状況になってて、ずっとショッピングモールにクリスマスソングとかずっと流れているし、一番大切は24日かな。家族とみんな一緒に食べて、たくさん食べて、お母さんお父さん、兄弟だけではなく、おじいちゃんおばあちゃんおばあさんおじいちゃんといとこたちと一緒にお祝いする日ですよ。フィリピンはめっちゃ大きな家族がいるので、お祝いするのはめっちゃ楽しい。フィリピンじゃなくて音楽が好きので、歌うのが好きので、カラオケがの24日の午後 6時から次の日の3時まで歌える。それはめっちゃ賑やかなクリスマスで、だから今回の日本でのクリスマスは、クリスマスの感じはだいぶ12月から始まったんだなと思って、9月からちょっと寂しいなと思って、まだクリスマスじゃないのかと。でも最近はもう賑やかになって、クリスマスの感じがよくあります。友達とプレゼント交換、カナダはクリスマスになったら家族とビデオ、ビデオ通話とか、ツーアーと、本はクリスマスの予定ありますか？なんか24の夜は、日曜日なので、イルミネーション見に行こうかなと、可愛いクリスマスツリーと写真を撮って Facebook にアップするとか、それしかないかな。それも全然、私予約できなかったんで自分で唐揚げ作ろうかなって。今の文化試してみたい。このチキンとクリスマスケーキ、ショートケーキを食べたいと思います。今年のクリスマスは出勤します。実はフィリピンではクリスマスの日25日はみんな授業と仕事はないので、
家族と過ごす日なのでカラオケから解放する日3時朝3時まで歌ったから多分遅く起きちゃう。今年は多分3時までカラオケできないから次の日出勤します。皆さん、日本のクリスマスをどうですか？メリークリスマス。